エンジョイパチンコライフ。はい、ティーマート TV そして YouTube をご覧の皆さん、おはようございます。サッキーナです。さあ、本日は九州回転ちゃんの収録で、こちら森永総務多店さんにやってまいりました。さあ、もうね、実践は終了してからのこちら撮影なんですけども、本日はジャグラーをね、いろんな台打ってきたんですけども、で見せ場はあると思うので、あと途中ね、台打ちのシーンなんかもあるので、ぜひそこも見ていただきたいと思います。それではどうぞ。みんな信頼なのかな、今日信頼入れ替え、おはようございます。信頼入れ替えが行われてるんでね、おはようございます、おはようございます。みんな信頼なんですね。でも私は総務多店さんと言ったらもうこっちだよね、このジャグラーコーナー、昨日結構出てますね、ビッグ27とか28、やっぱ角がいいのかな。でも隣も見ていいですか、こっちが M ジャグラー。おお、これ昨日いいですね、660番、ビッグ21でレギュラーが29、レギュラー先行台ですね。隣もどっちもね出てる、ここにしてみようかな、どっちもいい流れそうだから、こっちがダメだったら横にずれようかな。じゃあ1台目これにします。よいしょ。はい、では今日の1台目は北電子さんのニューアイムジャグラー EX で実践していきます。じゃあ前回ね、総務多店さんで回転ちゃん収録させていただいた時もニューアイムからさせていただいたんですよね。これ昨日がピック21のレギュラーが29、前々日も24でね、なかなか良さそうなので、私がこの良さげなデータをそのままね、今日引き継げたらいいんですけどね。そうね、動画で、ね、皆さん多分気になったと思うんですけど、私左手でメダル入れるんですよね。他の皆さん見てたら多分右手で入れてるけど、私生まれつき左利きだったのを、幼稚園ぐらいの時に親がね、右利きの方が楽なんじゃないのっていうことで右に直して、今ご飯とか字は全部右なんですけど、こういう時に左利きが出ちゃうんですよね。あとトランプをこう切る時も左なんですよね。残ってるんでしょうね、そういう感覚が。だからお箸とペンと、あと球技、球投げたりするときも全部右でできるんですけど、メダル入れるときとトランプを切るときは左、あと携帯も左ですね。よし、198ゲームまで回したけどしっくりこないので、気になってたお隣に行きます。はい、じゃあ絵的には変わってないんですけど、2台目移動しました。お隣同じく北電子さんの、ニューアイムジャグラー EX ですね。ゼロゲームから回します。1ゲームなかったですね。あ、チェリー早速ダメか、これで光ったらすごいこう移動して成功したって感じだったんですけどね、そんなに甘くないか。レギュラーも20以上ついてて、ハマってもないですよね。あ、真後ろの方でしたね、光ったのは。おめでとうございます。
そろ私の番ですかね、ヒカルの順番待ちだね。順番待ってました。93ゲームやりましたね、よかった。年が8本でした。よいしょ、よかった、ビッグボーナスでした。本日1回目ですね。よし、1ゲーム目頑張りますね。よいしょ、ですね。すごいね、この最後の42、3枚でずっと回ってるよ。あ、よかった、240ゲーム持ちコインギリギリだね。ブドウいっぱい引いたから持ちましたね。よし、2回目のビッグボーナス。ビッグが2回のレギュラーゼロですね。どっちもビッグ。これジャグレンちょっとしたらさってやめようかな。元通り下皿増えましたね。1ゲーム目再スタート。あー、1ゲーム目はまだできないんですね、私にはきっと。あとはゾロ目。2000ポイント残ってるね。あ、違う、2本。はい、移動してきまして、同じく北電子さんなんですけど、マイジャグラー3に来ましたね。こっちから向こうがマイジャグ2で、この半分からこっちが3ですね。で、これ585番台299まで回してありましたね。300からスタート。動画だとどうしても光がね、撮りにくいっていうのがあって、今まで座ってなかったんですけど、ちょっと気分転換で前ジャグに来ちゃいましたね。しかもね、ハッピーの稼働台末尾5が良さげだったので、ちょうどね、末尾5で内稼働空いてたので、朝一の方はね、何人回されたのか分かんないけど、300までね、使ってないので、これ以上、私がね、伸ばしていかないように、300台で当てたいですね。スル、何の台？お、なんかヒダのハーデス。ハーデス、ヒダの？大打ちのチャンスがやってきました。でもね、見ての通り今日全然出てないけど、いいかな私。じゃあちょっと行かせてもらおう。はい、じゃあね、ファンの方から大打ちをしていいよって言ってくれたので、今日ね、来る前にもちょっと言ってたんですよ、いいの弾けたら大打ちさせてねって。
で大宇宙をさせていただいて戻ってきたんですけどね。あ、漏れます。見事にね、中途半端というか良くない方だね。210ゲーム。目標というか最低ラインが300だったんですけどね。申し訳ない。ただ今日はジャグラーでもまだ引き使ってなくって、ハーデスでも引き使ってないので、まだ残ってるってことだね、私の中には。逆転があり得るってことだね。すぐ引かれ、あ、500いってしまいます。あ、引かれました。引かれましたね。よかった。はい、492ゲーム、投手が14本。やっと引かった。よかったね。ゴッドで、ゴッドというかハーデスで使ってませんでしたね。やっぱ引きを。ビッグボーナス。今日3回目のビッグボーナスですね。レギュラーはゼロ。さあ、1ゲーム目勝って、ブドウでした。だね、多分さっきハーデスのお兄さんからもらったんでしょうね、パワー。私が本当はね、パワーを上げてこなきゃいけなかったんですけど、多分もらってきましたね、これ。だってね、回転してから1時間半ぐらいでもうハーデス出してたんだから、すごいよね。レバーオンで光りました。ただ普通のですね、なんかレアな光り方が良かったな。お願いします。バーでしたね。83ゲームマッチポイント、本日1回目のバー。これでちょっと意地で粘った回ありますかね。120枚獲得。1ゲーム目やらない。移動します。4台目かな。もう一回北デイシさんで勝負ですね。今度ゴーゴージャグラー、156ゲームスタートです。この台は本日ピンク1のレギュラーが3回、まだ600回転ぐらいなんでね、累計でも。揃ってないもんね、チェリーがこっちまで滑ってるから。よかった。さあ、どっちかだね。よいしょ。お隣さんと一緒にビッグボーナス、おめでとうございます。いいタイミングで光りましたね、この台の2回目のボーナス。すごいね、移動してきて何ゲームでした？155ぐらいから回しましたよね。早かった。すごいね、これね、私ゴーゴージャグラー相性がいいって言いやすくなりました。たったね、1回勝っただけだろうって用事にならないで済むかも。お願いします。次はバーでしたね。持ちコイン、あれ、フリーズした今。やったね、初めてそういういい演習が見れましたね。早い。すごい、一緒のタイミングで光りますね。さあ、お隣さんはピンクですね。私はよっしゃ、バーだ。あちゃーって顔されちゃった。
お、ビッグ先行に変わりました。6回目一ゲプレイしてほしいしない。あと残るのか。惜しかった2ゲーム惜しかった。あと1回早くいがってくれればよかったのに。あと1回だった早い。でもまたこれビッグで連チャンしたからでかいですね。あ、バーでしたねいやでもゴーゴージャグラー前代いい感じですからね。よし、ビッグに勝てるよ。8回目バー、7回目ですね。88になっちゃった。勝て、うん、ダメだね。またやっぱハマりそうだね、このままだと。これでやめますか。最後よし、5093。この時点で今日は終了とさせていただきます。2箱ないぐらいですね。はい、結果発表です。さあ本日の結果はこちらです。まあ、見ていただいたら分かるように最終的にはプラス、540枚プラスです。おめでとうございます。さあ本日ね、最初はどうなることかと思ったんですけども、後半ね、最後ゴーゴージャグラーに移動した時からいい感じになりまして、あとですね、周りのお客さんがすっごい優しかったんですよ。あのマイジャグから移動する時にね、携帯忘れてたら届けてくれたり、ゴーゴージャグラーでコイン落としたら周りの人が拾ってくれたりしてくれたりとね、すごい周りの人に感謝できる今日は実践になったと思います。結果もねプラスだったということで、私こちら、総務多店さん今日で収録3回目だったんですけども、全部ねプラスということで愛情もいいんじゃないかと思っております。そしてですね、こちら森永グループはキーマートメンバーがたくさんお邪魔しているので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。それでは本日はサッキーナでした。ありがとうございます。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。